明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2019年、正月の皆さんいかがお過ごしされたでしょうかね。もうだいぶになりますけどね、正月になってから。今日はですね、動画ブログ13回目、お友達シリーズなんですけども、この人ちょっとおかしい人です、はい、だいぶおかしい人です、はい。どういう方かと言いますとですね、はい、シンガーソングライターですね、はい、ミュージシャンの方なんですけども、はい、ちょっと私どもはですね、今楽曲音楽をですね使わせていただいておりますサチオンプロジェクトのヨンシンさんです。よろしくお願いいたしますっていうか顔隠しとかなあかんわけ。なんか顔を隠したいと思ったんです。なるほど。それはなんでかと言いますとね、なんというはいイメージやな。顔を出すことによってね、はい、やっぱ僕ね中身で知ってほしいなと思った。おあ顔で知られたくないなるほど。ここで知ってほしいなと思いまして。なるほど。で、まあ、今日このような所存になってます。なるほど、はい。すごく言葉としてはすごいね、はい、分かるんですけど、どう見てもちょっとおかしな人おかしな人とまあ言われるんですけど、はいはいはい、僕はエンターテインメントとして、まあ17ライブというね、配信アプリの方で、うん、やってますので、まあ、シンガーソングライターなんですけど、うん、ぶっちゃけた話言うと、うん、もうそういう認識されてませんね。なるほど、はい。何屋さんですか。振動屋って言われてます。振動屋って言われてます。なるほど。はいはいはい。振動屋ヨンシンさんということで、はい、今日は、進んでいきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、今日はですねヨンシンさんわざわざ堺まで来ていただいたんですけども、ちょっとねいろんなお話を聞きたいなと思ってるんですけど、はいはい、顔はちょっと顔出しがダメだと。全然いいんですけど全然顔出しはいいんですけど本当はいいんですよ、はい、いいんですか。 YouTube でおまけ出てるやん。出てるんです。ですから、はい、イケメンで YouTube いっぺん見てみてください、はい、本当に、で、まあそういう形で今ねいろいろ音楽活動されてると思うんですけど、はい、なんかもともと音楽好きやったんですか。もともとはい、ロックバンドのビジュアル系バンドでやってまして。ああそうなんですか。もともとはそうなんです。ビジュアル系バンドをやってたんですけども。ビジュアル系バンドって何なんですか。例えば化粧をしますとかですね。ああ髪の毛を立たしたとか。そういうあれですか。そうです。あと、まあ着てるお客さんを引っ張ったりとか。引っ張ったりとか。それはエンターテインメントでやっぱ引っ張ったりとか。なるほど。なるほど。なるほど。はい。アントニオ猪木がファンを叩きますよね。あれと同じ感じですか。そうです。あれも一応3万円取られてますけどね。叩かれるのに。叩かれるの3万円。いやいや俺。あんまり知られてないですけど。いつも笑って。すごい痛いですよね。そうですか。ね、そうですか。で、まあ30になって、はい、ギターで。そうですね。やっぱりそういうなんか音楽で何かこういうふうなことをしたいとか、はい、なんかそういう夢があったんですか。いや、いい音楽すればね、女の子にめちゃくちゃモテると思ったのが正直な。なるほど。不、はい、純な理由ですね。不純な理由でやりたい。元々はね、はい。なるほど。とにかくモテたかったんです。なるほど。なるほど、はい。バレンタインチョコレートでいうたまま、そこそこモテたんちゃいます。なるほど。はい。僕ね、ヨンシンさんのライブ、去年、はい、ちょっと行かせてもらったんですけど、はい、ファンの人がいるんですよ。ああ、いてますね。ね、ほとんど、おっさんちゃいました。ね、ほんまにそうなんですよ。ほんまクソジジイが多いんですよ。ちょっとびっくりしましたね。おっさんが多いんですよ、僕のファンは。ね、なんか演歌歌手みたいなね。そうです。もうね、ほんとね、なんでおっさんばかくんのかなって、うん、ね、はい、すごい僕もちょっと不思議でね、はい、なんか、あの人たちなんなんやろ、泣いてある人いるよなと思って見てたら、後で聞いたら、ファンの方、そうですね、うん、でそのね、追っかけみたいな人が、うん、まあそこにはたくさんいてたんですけどもね、はい、で、まあ、その音楽活動を、まあ、ずっと続けておられる、今ももちろんね、はい、やっておられるんですけども、はい、どうですかね、なんかこう、転換期とか何かありましたですか。そのスタートしてから、もあ俺ちょっとモテ出したなとか、あ、そういうのはあります。なんかあのね、
やっぱりコメントをいただくことが増えまして、うん、でやっぱり女性の、うんうん、その聞いてくれた人がね、うんうんうん、やっぱり抱いてほしいっていうことを時折あったんですよ。なるほど。その時にあ俺今波乗ってんなっていうのはありました。なるほどね。ちょっとなんか何か寄ってきてんじゃないですか、そういうの。正直言うと、もうね、9割以上がクソジジイですよ、本当に。うん、本当に抱いてほしいって、そのクソジジイがいるんですか？おじさんも抱いてくれって言うんですよ。抱いてくれっていうかね、おじさんは僕のこと抱きたいって言うんですよ。なるほど。はい、なるほど。はい、ちょっとなんかこう正直ね、うん、もう明日から本当のチンドレになりたいなと思って。なるほど、なるほど。はい、いいんじゃないですかね。もうね、その気持ちしか今ないんですよ。なるほど。うんうん、で、まあそうやってこうね、やっていく中で、はいはい、僕ね、ちょっとその音楽の世界で詳しく知らないんですけど、はい、持ち歌たくさんね、ありますね。もちろんね、僕たちが使わせてもらったスマイルっていうのももちろん吉田さんのね、代表曲なんですけど、はい、いっぱいなんかあって、結構ね、こう聴かせてもらってたら感動するっていうかね、こうジンとくる歌、歌えはるんですね。こんなアホみたいな格好してますけどね。歌はまあね、すごく響くんですけども、あれ、やっぱああいう歌詞っていうのは何なんですかね、やっぱりそういう自分の体験とかからなんですかね、それともやっぱりなんかこう想像してこう作ってるんですか？正直言うと、9割9分がまあ体験なんですね。体験、はい、うんうんうん、で1割はね、うん、まあまあ結局は全然目出なかった曲なんですけど、うん、だいたいそういうのってね、いいようにしたろうとかいうね、うん、歌詞はね、うん、だいたいダメです。僕は自分とこの会員さんにスマイル聴いてほしいなって思ってます、はい、本当にスマイルを聴いてね、元気になると思います。あ、嬉しいですね、はいはい、うん、だからそういうのがあってね、ちょっとヨンジさんとこうやってね、お話しさせていただく機会作ってもらってますけどもね、悪口は言わないんですけど、やっぱ思うこと、世間に思うこと、社会に思うことを、僕は毒舌に交えて笑いに変えてるよ。なるほど、素晴らしいですね、はい、なんですかね、今ね、はい、ヨンジさんがこう音楽をやってあって、はい、これから先どうしていきたいですか？これから先はね、僕はその今17ライブという配信をしてまして、うん、はいはいはい、まあめちゃくちゃ有名になりたいっていうのは正直ないんですよ、うんうんうん、で僕がずっとこういう、うん、まあ、芸能職っていうかね、うんうん、ついてからずっと言ってるのは、うん、言葉に力を持ったら発信力がまあまあ出ますからね、うんうん、で発信力を持つために有名にならないといけないんですよね、うんうんうん、で有名になった時に僕はね、はい、世間の代弁者になってあげたい。おお、なるほど。で僕が一言、あ、そういうことあるのか、これ言うたらなあかんわって発信できたら、うんうんうん、やっぱ変わるんじゃないですか、うん、でそういうことをしたかったっていうのと、うん、まあ、あと世間にはやっぱアンチというものがいますので、うんうん、叩き方をね、徹底的に教えてやろうかなと、うん、なるほど、はい、国会議員がなんかなりはったことになります？一応立候補しようもたんですけど一票も取れないですよね、僕なんかは。いやいや、僕入れますや。ありがとうございます、はい、取れますかね？大丈夫ですよ、ヨンジさん、ファンがいっぱいいますから、うん、あ、まあ、9割がね、クソジジイなんですよ、ね、いやいや、いいんじゃないですか、うん、そういうね、自分の方向性っていうんですかね、はい、ほんまにその辺はちょっと僕ね、本当素人の感覚なんですけど、はい、やっぱり自分のね、こういう風にしたいっていうのを持ってはる人っていうのは筋一本通ってますんで、ね、あ、それはもう間違いなく変わらない、うん、すごくだから、ブレてない感じがします、はい、で、そのカブテラのは自分で作ったんですか？はい、これは実はね、リスナーさんからのプレゼントでしたね。僕がね、やっぱ17ライブっていうのを始めた時は、やっぱ視聴者さんがね、全くいてなかったんですよ。もちろんね、最初はね、やっぱ爪ばっか見るわけですよ。もう人来ないから爪見るしかないんですよ、毎日毎日毎日爪見てたんですよ、本当に。誰も来ないですもん、爪見てたんですよ。その時に来てくれたリスナーさんがね、笑いながら入ってきたんですよ、何してんのっていう。でね、そう仲良くなりましてね、深い、もう今ヘビーリスナーさんしてますけど、うん、その人からのプレゼントでこの、あ、なるほど、はい、なるほど、プレゼントいただいて、素晴らしいですね、はい、でこれをね、被ることによってすごくね、うん、大胆なことが言えるようになったんです。なるほど、うん、よう見たらここの部分別のものなんですね。あ、これ別体式なんで、ね、一緒やと思ってた。取り外し式なんで。なるほど、はい、なるほどね、そういうことなんです、はい、じゃあ、まあ、リスナーさんに愛されてるキャラということですね、うん、まあ、リスナーさんのおかげでね、うん、やっぱ僕今ここにいますんで。なるほど、素晴らしいですね、はい、リスナーさんがいなかったら僕ね、うん、本当にただのチンドン屋なんで
いや笑いすぎです。いや、うん、いやあのね、本当にね、いい人ですよ、吉野さん。もうね、変な飾り言葉いらない、ストレートにすごくいい人なんですよ。ありがとうございます。で、ね、で、まあ、こうやってね、僕らもこうやって出会わせてもらって、お話しさせてもらって、まあ、学ぶことがたくさんあるんですよね。で、まあ、それは歌から、歌の歌詞を聞いて、ああ、なるほどな、そうやなとこう思いながらなんですけども、まあ、これちょっと見てはる方がね、全員が全員とは言いませんけど、まあ、婚活されてる方とか、しようかなと思ってはる方が、見てくれてると思うんですけど、何かその、ヨンチャンマンから、はい、一言。もしありましたら、ちょっとお言葉いただければ、ね。あ、わかりました。すごい、もう、金言言うていいですか？金言。はい。あ、金言。金言、どうぞ。あのね、やっぱり男は顔じゃない、女は顔じゃないって言う人もいるんですけど、はい、やっぱファーストインスピレーションね、はい、基本顔で見てる人が多いんですよ。本当に多い。はい、私のタイプや、あの人は俺のタイプじゃない。そういうことでね、人ってね、こう優劣が ついちゃうわけじゃないですか。ほんでお金を持ってる人についていく、お金ない人はもう縁の切れ目、こういうやらしいことがあるんですよ、うん、でもね、例えばですよ、体臭がきつい人がいるとするんですよね、で、愛してから、人を愛してから、例えばそれが発覚しても、その匂いまで愛せるんですよ、僕やったら。なるほど、はい、でも、あの人は例えばああいう体臭が臭い人やでってなった時に、ここから入った人ってそこに行かないじゃないですか、そう、ね、それってほんまの愛じゃないですよね、だからそういう、内面が好きやでってみんな分かってるんですけど、内面が好きの定義が分からない人が多い。でも僕の中では付き合っていって、ずっと付き合っていって、ずっと笑っていられる人、喧嘩もするけども、ずっと一緒にいて楽しい人がね、ほんまの自分に合った人だと思ってる。あのね、ヨンチさん、それうちと一緒。あ、そうです。僕らね、なことですけどね、最初顔で選んだらいいよって言うんですよ、はい、好きな顔ってやっぱあるんですよ、そのイケメン美人じゃなくて自分の好みの顔、その人を選んだらいいと思うんですよ、でそこから入っていくとやっぱりいいようにこうね物事を取っていくんですよね、でもそこを自分に嘘ついてね、顔じゃないんだ、ハートだ、心だなんていうね綺麗事で言っちゃうと、もうなんか絶対うまくいかない。いかないと思う、思いますね。そこはちょっと一緒やなって今ね聞いててね。僕らそれはお客さんにも言ってます。患者さんにもね。顔で言ったらええんやねって。だって顔で言ったらあかんねやったら、プロフィール写真なんていらない。いらないんですよ。いらないんですよ。これでいいんですよ。条件面だけで。これでいいんですよ。これでいいんですよ。そう。でしょ。これでお見合いしたそう。そういうこと。そういうこと。さすがやね、やっぱり。その通りだと思います。僕はもう全くその通りだと思います。だからみんな綺麗事みたいにね、内面が良かったら、その容姿なんでもいいねんって、ところがね、500キロぐらいの人が来てね、内面めっちゃいいんですよ、で坂口さん好きなんですよ、私と結婚してくれませんかって言ったらどうします？いや彼知ってますって言うでしょ、例えば言うでしょ、いや僕の方が絶対仲がいいですって、内面は僕の方がいいんですって言われたら、まあ、そんなやつはめちゃくちゃ性格悪いやけどね、誰もいかないですね。どう？その通りなんですよ。だからね、やっぱりそういうね、一番自分の中でこだわりたい部分をぐっとこらえて次行くっていうのは良くない。それは間違いない、と思います。だから、例えばね、うちらでもお客さん来て、まあ、どういうふうにして相手の人を選んだらいいですかってこう聞きはる人いるんですけど、僕いるですよね。まず顔ちゃおうって言ったら、みんな大概、いいんですかってこう言う反応。いや、でも顔やない、やっぱりそうですよ。100% とは言わないですけど、大半はやっぱりパッとに見た感じから入っていくと思います。これはもう仕方ないです。仕方ない、はい。人間ですからね。人ってそういうもんなんですよ。例えば、見た目で判断するっていうのは、例えばね、すごい大切な商談のところにボロボロのスーツ着てきたら、こいつ大丈夫かって思うのと一緒ですよね、はい、中身すごいできる人だったとしても、やっぱり身なりもちゃんとしておかないといけない、面接もそうですね、ちゃんとしておかないといけない、だから何でもやっぱりそうなんですよね、まず見た目っていうのところが入ると僕らはそう思ってます、世の中どうか知りませんよ、我々はそう思ってますからっていうこと、だからヨンジンさんの今のお考えはもうすぐ来ました。嬉しいです。来たって感じですね。いや、ちゃいますねじゃないんですよ。ああ、やっぱ分かってくれてるよなっていうなんですよね。そういうミュージシャンなんですよ。シンガーソングライター。めちゃくちゃ発音いいですね。めちゃくちゃ発音いいじゃないですか。
でもね、シンガーソングライターって言われることが最近すごく恥ずかしくなってきて、自分がいて。なんでかっていうと、ちんどん屋なんですよ、正直言うと。もうね、ミュージシャンってね、僕言ったらいけないって気がしたんですよ。なんで？それはね、僕最近すごくギャップを感じてるんですよ、自分に。こういう応援をして、ぶっちゃくちゃいいバラード歌っても、泣く人ゼロ人だと思うんですよ。正直言うと、ね、ちょっとこう、もう掴みじゃないですか、正直ね。だけど、これって僕なんでこれを被ったかというと、今初めて明かすんですけど、かぶってるんですけど、裏表なく行きたいなと思ったんですよ。なるほど、動画で僕の顔分かるんで、今更これかぶっても見りゃもう僕の顔って分かるんですけど、裏表なくね、今まで生きてきたつもりなんですよ。だからこんなミュージシャンいい歌歌うから、絶対アホなことエッチなことは言わないんだなって思った先入観で近寄ってこられると、みんな幻滅するんですよ。なるほど。だけどほんまの究極は俺こんなやつなんやでっていうのが、やっぱそれ知ってくれて、中身でね、やっぱこの17のリスナーさんとかも、もう僕の表も裏も全部知ってるんですね。なるほど。素晴らしい。そういう人って付き合いやすくて、アホなこともしてるけど、例えばいい音楽もやってんねんとか、音楽めっちゃいいねんけど、こいつほんまに同一人物みたいな、そういうふうに言われることも褒め言葉になっちゃった。だからね、僕のことをもうちんどんやって言ってくれて、笑いにしてくれることがね、僕にとってはもう休まるんです。まあ安心できるってことですね。では、シンガーソングライター、改めちんどん屋のヨンシンさん。ちんどん屋のヨンシンです。よろしいですかね。はい、よろしいです。あれはね、ちょっと金とかいいんじゃないの、ラッパとか。そうですね、できれば牛舎とかもありますか。牛舎、なるほど。引っ張りながらやりたい。なるほど。牛大変ね、顔が一匹。はい、牛何百万ですよね。で、本当ね、まあでもね、そういうユーモアのある素敵な彼なんで、よかったら皆さん YouTube ヨンシンワンスペーススマイルって入れたら出てきます。あ、それが一番硬いですね。か、うちのホームページの右側のところにヨンシンさんの YouTube に飛ぶバナーっていうものかな、ありますので、よかったらそれで見ていただけたら分かると思います。僕はこれだけは言っときたいなっていうことがあって、なぜライブ出演をやめたかというとね、世間にまあ、ワンマンライブ、ツーマンライブ、ブッキングライブって3つあるんですよ。で、このワンマンライブ、ツーマンライブっていうのは、自分たちが企画性を持ってこうやるんですね。どっちかというと、で、岡崎さんがやってるのはイベントライブとか言って、それに僕喜んで出てますけど、このブッキングライブっていうところにちょっとこう物申してるんですよ、僕は。なるほど。それはね、お金儲けのためならどんなミュージシャン呼んできてもいいのかと。まあ、で、お客さんもね、やっぱり遠いとこから時間を使って、交通費使って、ライブ費にお金を払ってくれるんですよね。でね、見たくもないアーティストを3時間見る苦痛ってどうですか。ちょっとしんどいね。実際ですよね。だから僕はね、ブッキングライブにお客さんを呼ばないって決めたんです。なるほど。それはね、僕だけ見たい人でいいんですよ。ただ、そのライブハウスによっては僕が何時に出ることかもオープンにしないから。なるほど、なるほど。お客さん最初から来ないんですよ。そうね。そして3時間地獄なんですよ。クソつまらない音楽奏でられたりとか、地獄なんですよ。そういう人に自分のお客さん巻き込みたくないんですよ。なるほど。そうですね。CD ジャケ買いして、ほとんど捨て曲やったんですよ。捨て曲それに近いものがね。めちゃめちゃ近いんですよ。なるほど、なるほど。わかりますよ、それすごく。もうだからそれがすごく、そういうのがアーティストが5人も6人も集まると、なるほど。正直な気持ちがね、お客様がかわいそうなんです。なるほど。いや、素晴らしいですね、それもね。ということなんでね、まあ、ヨンシンさんのね、ライブなんかね、もし僕らも情報入ったら、うちのブログで発信します。はい。まあ、はい、ライブにお越しいただいた人にね、もれなくみんなビンタしてますから。みんなもらってますからね。そう、もう絶対来ますよ、そんな。全員ビータしますから、僕。誰やねん、この人。本人違うんちゃうの。声は用心ないけど。言うてることちょっと違うじゃない。あ、背中にね、手入れられてね、腹話術で今されてるんです。そやろね。そやろね。なんかプロゴがおろおろしとったわ、そういう。ね、ということなんで、また来てください。あ、ぜひぜひ。ね、よかったらね。ということなんで、皆さん、スマイルはちょっと本当ね、聴いてみてください。すごくいい歌なんで、決して損はしないと思いますので。はい。ということで、何かありますか、3人。いや、スマイルを。あ、スマイルね。スマイル推しで。はい。行きたいと思いますので。はい。今日は、はるばる
はい、あの淀川を渡って、いえいえ大和川を渡って二つの大河を越えて、はい、あの来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、ありがとうございます。またね、今日はシンガーソングライター改めチンドヤの、ヨンシンさんに来ていただきました。はい、何やねん、何やねん、なんかブチブチ音してるけど、なんか音してるけど、なんかちょっと放送事故みたいな。後で見よう、ゆっくり見るわ。ねえねえ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いつも笑って